皆さん、こんにちは。恐竜博士チャンネルへようこそ。今回の動画は、日本で初めて命名された肉食恐竜、フクイラプトルを紹介していきます。ラプトルという名前がついていますが、彼らはデイノニクスやユタラプトルのように凶暴な恐竜だったのでしょうか。今回はそんなフクイラプトルの特徴や生態に迫っていきます。動画の最後では、フクイラプトルが実はティラノサウルス上科の恐竜だったのかもしれないという事実も判明しますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、恐竜のことをもっと詳しく、子供から大人まで楽しくわかりやすく学べる動画をモットーに作っています。古生物や歴史などに興味がある方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、一緒に恐竜の世界を覗いてみましょう。フクイラプトルは、約1億1500万年前に生息していた中型肉食恐竜です。全長、約 4.2 メートル。体重は約 175kg。 これはまだ大人になっていないものだと考えられているので、成体になるともう一段階大きくなることが考えられます。名前の由来は、日本の福井県で発見されたこと、そして発見当初はラプトルが属するドロマエオサウルス科の恐竜に分類されていたため、福井ラプトルと名付けられました。生息地は日本の福井県。分類は獣脚類の恐竜ではありますが、まだ研究段階であるため不明。フクイラプトルが初めて発見されたのは1993年。福井県勝山市北谷の地層から長さ10センチメートルもあるカギ爪が発見され、このカギ爪はデイノニクスやユタラプトルの武器や特徴とされている後ろ足のカギ爪だと判断されます。ラプトルと同じ武器を持つことから、発見当初はドロマエオサウルス科の恐竜に分類されました。また、当初はフクイラプトルではなく北谷竜と呼ばれていたそうです。その後、他の部位の化石も発見され、フクイラプトルの研究が進んでいく中、最初に発見されたカギ爪は、後ろ足ではなく、前足のカギ爪だということが分かったのです。これにより、フクイラプトルはドロマエオサウルス科ではないことが分かり、アロサウルスに体格などが似ていることから、アロサウルス上科に分類されます。日本から、アロサウル上科の中型肉食恐竜が発見されるなんて嬉しいですし、ロマンがありますよね。しかし、現在では、コエルロサウルス類のメガラプトルに近い恐竜だとされており、まだまだ、研究段階の恐竜の一つでもあります。また、フクイラプトルは、日本で、初めて全身骨格が復元された恐竜として知られており、2000年には、フクイラプトルキタダニエンシスという正式な学名が付けられています。日本で、正式な学名が付けられたのは、フクイラプトルが初めての恐竜です。フクイラプトルの特徴なのですが、まだ生体の化石が発見されていないのと、頭や爪、前足、後ろ足といった断片的なものしか発見されていないため、まだ全容が明らかとなっていません。ですが、アロサウルス、メガロサウルスの特徴を持つことから、彼らの生態を見れば、フクイラプトルの全容をある程度明らかにすることができるかもしれません。ここからは、フクイラプトルのまだ明らかとなっていない特徴や生態を、私、恐竜博士と一緒に考えていきましょう。まずは、全長なんですけど、アロサウルスは、個体差に大きな差があり、平均だと7メートルから9メートル、最大のもので約10メートルから12メートルといった白亜紀に生息していた大型肉食恐竜に近い大きさを誇っています。そうなると、フ
クイラプトルは、成体の個体で約6メートルから8メートル、体重は約1トン近くあったことが推測されます。この全長と体重は、メガロサウルスとほぼ同じでもあるので、実際もこれくらいの大きさであったことが考えられますよね。そして、フクイラプトルは、前足に10メートルにもなる大きな鍵爪を持っており、アロサウルスも同様、前足に鍵爪を持っていました。アロサウルスの鍵爪は、大型肉食恐竜の中でも特に発達していて、親指の鍵爪が非常に大きかったことから、フクイラプトルも同様、この鍵爪を使い、獲物の体を押さえつけたりしていたことが考えられます。歯に関しても、アロサウルス同様、扁平で鋭い歯を持ち、顎全体を斧やナタのように使い、肉を切り裂いたりえぐり取ったりしていたのかもしれません。もしくは、メガロサウルスのように、獲物を噛みついた時に抜けたりしても、新しい歯が生え変わるような仕組みになっていたのかもしれません。しかし、現在の研究では、フクイラプトルの歯は、カルカロドントサウルス科の歯に類似しているとされています。また、ティラノサウルス科の歯にも似ている部分があったともされているのですが、そちらについては、次の生態のパートで解説しますね。カルカロドントサウルス科の歯の特徴は、サメに似たノコギリ状の歯をしており、獲物に噛みつき失血死させるといったのが特徴的です。いずれにせよ、フクイラプトルは非常に優秀な恐竜であったことが伺えますよね。先ほど触れたフクイラプトルはティラノサウルスに近い歯も持っていたということなのですが、こちらに関しては詳しく解説すると難しい話になってしまうので、恐竜博士が得意とする、わかりやすくをモットーに解説していきたいと思います。まず、現在では、フクイラプトルはアロサウルス上科ではなく、メガロサウルス類に分類されています。そして、メガロサウルス類は、現在の研究では、ティラノサウルス上科に分類されるとされており、このことから、フクイラプトルも、ティラノサウルス上科の恐竜に分類されます。そして、さらに、白亜紀後期のアルゼンチンに生息していた、全長約8メートル、強靭な前足と大きな鍵爪を武器とするメガラプトルという恐竜がいるのですが、この恐竜は2010年にフクイラプトルがもともと属していたアロサウルス上科に分類されます。しかし、後の研究で、アロサウルス上科ではなく、ティラノサウルス上科の恐竜として分類されるのですが、最終的に、アロサウルス上科の特徴や、ティラノサウルス上科の特徴を持つ、修練進化した恐竜だと位置づけられるのです。修練進化とは、類縁関係の遠い生物でありながらも、類似した外見や特徴を持つことです。となると、フクイラプトルもメガラプトルと同じように、修練進化した恐竜であるのではないか、というのが恐竜博士の考察です。フクイラプトルは、アロサウルスの特徴、メガロサウルスの特徴、カルカロドントサウルスやティラノサウルスのような歯や形質をしており、一度は、メガラプトルと同じ分類の恐竜であったこと。そして、メガラプトルは、最終的に、修練進化した恐竜とされているので、様々な恐竜の特徴を持つフクイラプトルも、修練進化した恐竜といっても不思議ではないように思うんですよね。そうなると、フクイラプトルはメガラプトル類の恐竜ではないか、というのが最終的な結論です。これが正しいか正しくないのかは別として、フクイラプトルという恐竜の明らかとなっていない特徴や生態を考察していくのは楽しいですよね。まだまだ、フクイラプトルは研究段階にあり、これは、ほぼ全ての恐竜にも言えることで、恐竜の世界は、未知や謎、そしてロマンにあふれています。今回、私がフクイラプトルの謎について自分なりに考察し紐解いていきましたが、皆さんはどのように考えますか？ぜひコメントで皆さんの考察もお聞かせください。
日本で初めて発見され、現在でも研究段階にある謎とロマンにあふれた肉食恐竜、フクイラプトル。発見された化石は、まだ幼体の化石しかないので、もしかするとティラノサウルスのように、とても大きな肉食恐竜だったということもまだ考えられますよね。フクイラプトルのこれからの研究が楽しみです。それでは次回の恐竜博士でお会いしましょう。